はいどうもこんにちは、フーガーです。今回もクライマックススクランブル G をやっていくんですが、まあ、前回8話をやったわけなんですけど、まあそして9話も撮ったんですけど、間違えて動画を消してしまったので、9話もやっていきたいと思います。9話もというか、まあ、次の10話も、合わせて動画にしたいと思ってますのでよろしくお願いします。ちなみにシーグレットは飛ばします。なんかそのライダーとジオの唐突な戦いが始まってしまうので、まあ、本編には関係ないなということで、はい、切らせてもらいます。まあライダーのね、こうなんだろうな、なんか昔話みたいなのも聞けるんですけど、まあストーリー上関係ないということで飛ばさせてもらいたいと思います。まあクリアしちゃってもうストーリーもしちゃってるんですけど、知らない体でいきたいと思います。そしてライダーを使うチャンスなんで行きましょう。だからもう使えるようにしてほしいんだよね。ストーリー上仕方ないとはいえ、うん。じゃあ、ビル、クローズ使いましょうか。前作使えなかったんで、はい。はい、立ち木ボイスで仮面ライダーのフルネームが聞けます。じゃあビルドにしときましょう。よーし。いやでもね、あ、そうだ、平成ジェネレーションズファイナルのね、感想というかなんか話をしたら していけたらなと思ってるので、まあ次の10話でしたいと思います。この辺りまで来ればいいか。随分北の方まで来たな。あのフィリップって人大丈夫かな。おいお前たち、なんだその奇妙な格好はこれはそのコスプレ怪しいやつだ。そうか、お前たちがジオとゲイツか。探す手間が省けた。お前一体何者だ。俺に質問するな。やはりあの人ですかね。変身。あ、まだ変身してなかったんだすごい、ちゃんと変身音フルで聞けるライダーいないんじゃないかまだ一気の名残がね。やっぱかっこいいなクローズ。うん、ビルドもかっこいいよやっぱり。俺に質問するな。なぜかなんかこう加工されてますよね、声。バカ正直に突っ込んで手間かけさせんな。バカって言うなよ。筋肉をつけろ筋肉を。意味がわからない。ドラグニックフィニッシュ。こんな技あったかな。いいね、ビートプレイヤー。ちょっと使い方。必殺技がビートクローザーなのか、ちょっとどうかな、いろいろ試してみたいですな。よいしょキックがないな。キックはどうやったらできるのこれ。きたー、クローズチャージきた。多分ねビルドでね、2番目くらいに好きなフォームなんかね、ちょっと時期が時期、登場時期なだけに、まあ敗北数が多いんですよね。だからちょっとそれでちょっと微妙なイメージがある人も多いらしいんで、ちょっとあれなんですけど、ちょっともうちょっとボイスを大きくしないとなこれはい、ということで9話でした。あ、そうだ、まだ話あるわ。まあとりあえず、まあ、フィリップだけは正常ということですね、ダブル勢は、やつがフィリップの言ってたアクセルか。手怖いな、見逃しはしないねえ。話くらい聞いてくれてもいいんじゃない。あいにくだがお前たちにその権利はない。ダメかもっと粘れ。覚悟はいいか。絶望がお前のゴー。待てアクセル、そいつらは俺に任せろ。ダブル、何をふざけたこと、後から来て勝手なことを言うな俺が先に見つけたいものだ、今のうちに。お、フィリップがゲイツは逃げないというまあゲイツも逃げたということで、はい、こんな感じでした。あ、しまった、間違えた。ということで、この中間の雑魚戦を消化しておきたいと思います。消化して10話いきたいと思います。はい、ということでクリアしました。アップデートでジオにダブルアーマーが追加されたんですけど、
ダブルアーマーをちょっとフューチャーしすぎて、公式がもしかしてダブルアーマー単体で遊べるのかなと思ったら、まあ X ボタンでフォーゼアーマーが使えるんですけど、フォーゼアーマーがなくなり、まあ横で横なんていうんだ上ボタンと X ボタンでフォーゼアーマー、 X ボタンでダブルアーマーが使えるようになりました。はい、まあダブルアーマー自体はちょっと使いにくいんですけど、はい、じゃあ実際に使っていきたいと思います。はい、ダブルとアクセルですね。うん、ダブルとアクセルね、まあ懐かしいですよね。2009年か、逃げられると思うな。もうフィリップに邪魔をさせない。すまないジオ、翔太郎の精神力が強まっている。あとは君たちの力で何とかしてくれ。覚悟を決めるしかないようだな。あっちにも味方がいるんだ、なんとかなる、そんな気がする。おお、いいですね。ゲイツ、お前の罪を数えろ。俺は俺で振り切らせてもらう。俺は俺で、もうみんなバラバラですよ、もうこんな暗いとこで戦わなくてもいいじゃん。ダブルアーマーはね、波状攻撃っていうか、こんな感じですね、ダブルアーマーダブルエグゼイドアーマーで、ね、劇場限定かな、どうなんだろう、まだわかんないけど、こんな感じですね。範囲がねちょっと限られるんで、どうなんですかね、微妙なとこなんですけど、まあ、コンボつなげれる技としては結構有能な技。ゲイツに決めさせないぞ、俺が決めるんだ。押し来た、ダブル、お決まった、かっこいい俺が選んだ道だ。いや、俺は生まれた時から決めていた気がする。生まれた時から決めていた気がするが、最近すごく引っかかるんだよね、ストーリー上何なんだろうな、本当に今ジオ面白いですよね。こうディケイドが出てきたから、どんどん物語に拍車がかかってね。ああ、こいつが特殊犯罪捜査課のテルイリュウだ。刑事なんて柄にもねえ肩書き持ってるが、何が柄にもないだ。お前こそ私立探偵なんて大げさなことを言ってるが、依頼は猫探しばかりで夫婦かな二人ともやめないか。おお、悪い迷惑かけたな、ジオにゲイツ。お前らを襲っちまうなんてすまない。俺もだ、助けてもらい恩に切る。それはもういい。ところでフィリップ、ダブルの中には2人の人間が同居しているでいいんだな。ああ、俺、過去僕たちは2人で1人の仮面ライダーさ。おお、ハモったじゃあどうしてフィリップだけ正気だったんだ。それもそうだな。おいフィリップ、いつもの検索を始めようで調べてみてくれよ。それは無理だよ翔太郎、地球の本棚にアクセスできない、時間がずれているせいかな。ああ、もう世界も変わっちゃうと地球の本棚にはアクセスできないってことか。そうだ、ここは2018年だったただ推測ができる、僕たちは目の前に現れた白黒の影、おお、やっぱ白黒、うん、襲ってきたドーパントだと思い変身した。僕らの場合、変身後の肉体は翔太郎、僕は精神を翔太郎に憑依させているだけだから、上書きされたのも翔太郎の記憶だけということになる。なるほど、俺の時と状況は同じだ。うん、まあだから2人精神、まあ、フィリップがいる状態のダブルはちょっと特殊な状況になってるっていうことですね。うん、あ、相手は間違いなく1人だった、ならダブルの2色と同じように考えたらいいのかもね。敵は白と黒の影を持つ1人だって。興味深いね、どうだい翔太郎、少し僕らも調べてみないか。地面に吸い込まれた黒い光というのも気になる。おう、鉄の男、左翔太郎の出番ってわけだ。鉄の男、うん、左の流儀、ハーフボイルドというやつか。いや、ハードボイルドだぜテルイ、ハーフじゃ半熟だろうがそこは真剣に受け止めちゃうのがまだ翔太郎ですということでチャプター3はこれでクリアかな。どうでしょう、まだかな。はい、ご褒美ゲット、チャプター3クリア、半熟探偵の物語クリアすごい音でかかったねこれ。
チャプター4、影の月の王子。お、なんだろう、王子か、王子だとなんだろう、わからない。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。